ラーマクリシュナマヘエンドラナート、グプター、コタムリトとは、近代インドの宗教家ラーマクリシュナの言葉を、弟子のマヘエンドラナート、グプター、通称、M が表した原稿録である。1882年2月から1886年8月までの、ラーマクリシュナ裁判年の4年半の182日が、再録され、著者によるコメントや、思想の解釈が添えられている。 型は、語り、物語、言葉。オムタは、アムリタ転じて、不死を意味し、日本語では、初代を、不滅の言葉とも表記する。仮想オムタは、サンスクリット語読みだと、型アムリタとなるが、原書は、ベンガル語で書かれているため、コタムリトが原音に近い表記である。時系列ではなく、各巻で82から86年の記録が、重複して収められている。 著者が公開したい記録から編纂を進めたと考えられており、後半に私的な性格、陰備を要する秘密の話が収められている。日付時刻、その場の出席者が記録されており、ラーマクリシュナの生き生きした言葉とともに、マヘエンドラナートグプターが洗練された文体で場面紹介、コメントを添え、家中ではラーマクリシュナの言葉の意味が、 サンスクリット語の経典を参照して解読されている。哲学的な小タイトルは英語で付けられているものも多い。コメント、中、小タイトルなどがラーマクリシュナの話し言葉の価値を高め、権威づける機能となっている。1907年にアベーダーナンダが初期の英訳書を刊行し、1942年にニキラーナンダによる 英訳ザ・ゴズテル・オブラ・ラマクリーショナが刊行された。こうした英訳では、ラーマクリショナの言葉のタントラ的な部分、性的な部分の多くが、意識的にか、無意識的にか削除されたり、曖昧な表現、象徴的な表現に置き換えられている。このように、ラーマリクシュナ死後、その思想は、問題的な部分を多く含むタントラ的な要素は、遠ざけられ、 ビベーカーナンダに習いベーダーアンタ風に解釈され、ヒンドゥー正統派の本流に置かれるようになり、ラーマクリシュナの聖域化を推し進めるような出版物や論文も少なくない。1987年に英訳の日本語訳、ラーマクリシュナの福音が日本ベーダーアンタ教会訳で出ている。原点の日本語訳としては、田中勘玉と奥田博之によるものがある。 ABC 薄田 2000P214 薄田2000ピアニッシモ 214215ABC 薄田 2000P215 薄田 2000, 薄田2000ピアニッシモ215216ありがとうございます